はい、こんばんは。あれ、声聞こえてますかね。まだ画面出てこないかな。あ、こんばんは。昭和プロレス列伝、ボリューム2ライブ配信です。よろしくお願いいたします。マスクとマハロでございます。よろしくお願いいたします。えー、本日はですね、 そういえばあの投票をさせていただいている,していただいているんですが、えー、やはり一番人気が新日本プロレス、えー、第二,二番人気が全日本プロレス、えー、国際プロレス日本プロレスと続いてますでええー、あ聞こえますレッドさんよろしくお願いいたしますありがとうございますさて、えー、今回はですね、えー、火曜日配信のスーパースタービリー・グラハム関係で えちょっとビリー・グラハムと和風マクダニエル構想をですね日本でえ結局同時にシリーズを読んだ時にえ何もタッグを組ましちゃったとかですねいろいろあったのでその辺のところをですねちょっとえ振り返ってみたいと思います。今日もあのミッ日博士の昭和プロレス研究所のサイトをお借りしますのでえまずですねえ参加外人選手 どんな外人選手が来たかということをおさらいしてみたいと思います。1982年1月の新春黄金シリーズです。新日本プレス。まずエース外人、アブドラザ・ブッチャーですね。えー、何回目のラインに来たかちょっと分かんないんですが、えー、フル出場してます。続きまして、和風マクダニエル。はい。えー、ブッチャーの因縁の相手ですね。和風マクダニエル。 果たして、えブッチャーとマクダニエルがどのような絡みをしたかということも、えご説明できればと思います。え続きまして、えスーパースタービリーグラハム。え和風マクダニエルとの、えー、因縁の相手ですね。AW 地区で、え血をちゅう、血を散る、血を、血を、血で血を洗う、洗う血で血を洗う大抗争をした、和風マクダニエルと、えスーパースタービリーグラハム。 まあ、この時はですね、ミカ博士のこの下の画像で出てるね、えー、丸坊主の頭になってしまいましたが、えー、グラハムね、実は前半戦のみ参加だったんですね。で、後半戦から超大物が来ました。えー、アメリカンドリームダッシー・ローデス。ちょうど、えー、ビリー・グラハムと入れ替えで、ダッシー・ローデスが来たんですね。なので、ローデスと面白いですよね。 えー、ビリー・グラハムの後にローデスが来て、ワフがいたので、もしビリー・グラハムが前線参加してたら、えー、AWA の構想の、え、ダスえ、ワフーバカダニエル、そして、えー、MSG で名勝負をやったダスローデス、両方との絡みが見れたんですが、見れなかった。という結果になりましたね。次のメンバーはバッドニュース・アレン。えー、ブッチャー軍団でしたね、バッドニュース・アレンね。 続いて、えー、スペシャルデリバリー・ジョーンズ、SD ・ジョーンズですね。SD ・ジョーンズは、えー、本当はこの人、バリバリのベビーフェイスなんですが、えー、ぶっちゃ軍団に入れられたということですね。実は、このレスラーの話を、今話したかな、えー。ニューヨークのジョバーと言われている、例えばカルロス・ホセ・ストラーダとか、ジョニー・ロッズとか、 あと SD ・ジョーンズとかっていうのは、まあ、マシュノスキャーガーデンの、えー、そうですねうーん前半戦を温めるレスラーなおかつ、えー、アレンタウンで行われるテレビマッチで出てくるレスラーですねで相手のその良さを引き出す、まあえー、脇役なんですが SD ・ジョーンズね実を言うとニューヨーク離れてミッドアトランティックに入ったらメイエメントに出たりしましてジョニー・ロッズは えー、ロサンゼルスでジャバルークという名前でアメリカン総勢になってあと日本に来た時ね、えー、新日本の時はそうではなかったんですが全日本に参加した時、えー、開幕戦でジャンボツールだと30分一本勝負当たりましてジョニー・ロッズ60 30分フルタイムをやってるという、えー、とんでもないレスラーだったりしますね。 あのマリソン・スキャーガーデンやってるその WWF 当時の序盤と言われてるレスラーっていうのは仕事ができるレスラーだったっていうことをよく関係者の間で言ってました次に参加したのはダイナマイト・キッドですねタイガー・マスクとの構想ですねタイガー・マスクとやり合ったですねこの時はねあともう一人ブレッドハート ブレッドハートは札幌でタイガーマスクと WWF ジュニアヘビー級をかけて対戦しています。次にベビーフェイスですね。メキシコのベビーフェイス。ベビーフェイスも来てますね。もう一人がエル・ハルコン78。エブ・ハルコン78っていうのは まあ、エル・ハルコン、えっ、ー、と、アルコン・オルティスと同じマスクをかぶってちゃっかりデビューして、えー、ここにもミクさん書いてありますが、えー、ハルコンが怒ったという逸材、逸材ってってもそうでもないけどね、えー、そういうレスラーでした。ごめんなさい、これ画面をでかくするの忘れたな。えっ、ー、と、これでいいのか。これエル・ハルコン。もう一回あの、メンバーご紹介しますね。主役はアブドラザ・ブッチャー。 えー、全日本も新日本もブッチャー中心に、えー、回りますがブッチャーやっぱり新日本だと割り食ってましたね観客動員はめちゃくちゃいいんですがブッチャーのストーリーとしてはものすごく割りを食ってると思います、えー、続いては風マクダニエル前半戦がスーパースタービリー・グラハム後半戦がダスティ・ーローです そして、ブッチャー軍団で、バッドニュースアレン、SD ・ジョーンズ、ダイナマイト・キット、ブレッドハート、ビビーフェイス、エル・ハルコン78が、えー、参加しました。で、えー、ご存知だと思いますが、えー、この年の82年の1月元旦は、 あのー、あれでしたね、えー、ちょっと待ってくださいねこれ消しちゃおうよこうしようかじゃん、えー、ワゴンの顔出そうか、えー、は1月元旦決戦でやってまして1月元旦は、えー、猪木とボック猪木とボックがメイベントでしたね猪木とボックがメイベントで藤波対ボブバックランド カール・ゴッチ対藤原義昭、あとダイナマイト・キットとタイガー・マスクの4大決戦でしたねそれをプロレススペシャル新春プロレススペシャルで元旦でやってましたさて、えー、新春黄金シリーズをテレビ中継どんなテレビ中継やったかっていうことをちょっと振り返りたいと思いますね、えー、82年、えー、まず第1週ですね、えー、1月8日放送があ これのあの元っていうのはですね、よしワールドプロレスリングの、これ逆になっちゃってるかもしれない、ごめんなさい、ワールドプロレスリングの15年、戦いのワンダーランド、ここにデータが載ってまして、ここにあのカードがこう載ってますので、これを参考にお話しさせていただきますので、よろしくお願いいたします。まず第1週、1月8日放送ですね、え。ー ちょうど猪木があのボックと戦ったの途中で切れてしまったのでまずあの猪木とボックの続きを流してその次に坂口誠司、えー、木村健吾組対ラッシャー木村、えー、アニマル浜口で次にタイガー戸口対和風マクダニエルというミッドアトランティックのちょうど、えー、キム・ドクと言われてる時の75年から7年ですね。 マクダニエルとタイガー・トグチのミッドアトランティックの黄金カードですねえ皆さん覚えてるかもしれないんですが、えー、ジャイアント・ババアがバロンホンらしくと、えー、ノースカロライナ州グリーンズボロで、えー、PWF ヘビー級やった試合があったと思うんですが実はあの試合は、えー、ちょうど、えー、第4試合とか第5試合で実はあのトグチとワフがセミファイナル ででしたと思うんですけど上の方のランクのカードでやってたということでえ戸、ー、さんに聞くとね、えー、そうなんだよって,言ってすごい嬉しそうな顔をするという、えー、カードですねで名メ,メントは、えー、アントニーの旧藤波辰巳タイガーマスク対アブドラザ・ブッチャーダイナマイトキッドベビーフェイスまあ新日本プロレスらしいこの組み方ですよね。あのー、コンビととかあんままり関係なくその組ませちゃおうと あとチームを別個にしちゃうとか結構新日本プロレスのマッチメーカーはそういうことをしますねなかなか、えー、面白いと思います第二週が姫路の厚生年金会館で行われまして、えー、坂口誠二これが問題のカードでございますね坂口誠二タイガーと口大和風マクダニアルスーパースタービリーグラム組ませちゃったと これもどういった組み方なのかと思うんですけど、え例えば坂口和風組とタイガー・ト口スーパースタービリグラムで組んだら、めちゃくちゃヒートしたと思うんですけど、多分、あのー、あ<の>日本プロレス、プロレス、伝統で、アメリカでアメリカでア,ジア,アメリカでアカードー日本日本な,なく。日本な 全然それ全然別,それはの別の世界次元で考えてまして日本,日本は日本という意味に考えてしまうのは<あ>日本プロレス時代からで例えばブルーノ・サンマルティのレイス・ティーブンズとか組ませちゃうとかねそういうことを日本は、えー、日本プロレスもやってたんでその流れで、まあ、組ませちゃったんですけどここはやっぱり坂口和風組と、えー、グラハム・戸口とか。 やっっぱ見たかったかですよね、うん、結構やっぱ面白かったと思うんですけどね。まああのー、マッチメーカーはそんなことは関係なかったみたいですね。えー、タイガー・マスク対エル・ファルコン。でメイとか猪木・藤波・長州力対、えー、ブッチャー・ーアレン・ SD ・ジョーンズ。まあ、えー、お決まりのカードですね。6人タックで最後はちょっと待ってくださいね。最後はですね。 ちょうどあれですね、あの無抗議試合になったってことですね。うん、長州が捕まったんだけど無抗議試合になってしまったということらしいです。えー、次の州がカノヤシ体育館で行われた第1試合がタイガーマスク、星野寛太郎対ダイナマイトキッドブレッドハード。これ名勝負名勝負高勝部ですね。皆さん多分覚えてらっしゃるかと思うんですけど、えー、タイガーマスクとねあのー、ダイナマイトキッドブレッドハードっていうのも。 ななかなかやっぱしこれはい,いいいカードですよねお互いにスイング星野幹太郎とダイナマイトキットっていうのもね、えー、ダイナマイトキットが、えー、ちょっと仕掛けたら星野幹太郎が切れちゃってねあのー、技を受けなくてってちょっとそれも上がっ YouTube じゃない市販にされてる永野さんが出してるあれかな DVD で出てますよね最後は星野がやっとあの大人の処理をしたということでまあ 負けましたけど途中まではねあの喧嘩マッチになったというのがありましたねえ次が坂口誠二長州力隊ラシアキ村アジマの浜口メイメントがアントニーの木、えー、藤波達み隊い、えー、オブゾルザブッチャーバッドニュースアレン、まあ、この辺は、えー、テレビの見てるお客さん要はあのー ゴングとか、まあ、ト,ーストースプは買うお客さんかもしれないけど、えー、ゴングとかそういう専門誌とか買わないそのファン,ファンライトのファンが喜ぶようなカードですよね。続いてが、えー、東京体育館ですね。あそうか東京体育館になるんだ。次が、えー、東京体育館から中継でダイナマイトキット対タ,タイガーマスク。 あタイガー・マスク対ダイナメット・キット坂口誠一対ラシア・キム村そしてアントニオ・イーニキ対アブゾラ・ザ・ブッチャこれは多分初対決だったかなうんシングルの初対決でしたよね。 あここでやってあんまりスイングしなかったですね猪木とブッチャーは結構スイングしなかったですねえっ、ー、と円髄蹴りを足す多分ラストに猪木が3連発入れてブッチャーがこうロープにあの何てうんですかもたれかかって崩れ落ちている時にアレンがまあ助けに来たということで反則っていうか次がですね2月5日放送2月5日放送で ですのでこれは皆さん思っているように雪祭りですね札幌雪祭りでやった新日本のカード大試合がタイガーマスク対ブレッドハードこれはすごいいい試合でしたねこれのフィニッシュなん何でしたっけねちょっと待ってね思い出しますああれですよ タイガーがトッッップププロロからドロップキック決めたんですよミサイルキックとめ決めてその後ダブルアームスープレスでタイガーが勝ったっていうこれもこれはすごかったですよねトップロープからのタイガーマスクのダブルアームに入ってミサイルキックはうんこれは覚えてますね次が、えー、アントニーの木、えー、藤波辰巳対ラッシャー木村アニマル浜口なんですねえー、実はですねこの日にえー 和風マクダニエルとアブドルド・ブッチャーがシングルマッチをやってますかテレビ中継がですねされてませんでしたされてなかったんですねその時のトースポじゃないや、えー、とゴングのグラビアっていうのがここにありますちょっと待ってくださいねこれをこうかこれを変えればいいですね うんえー、呪術師と狼オ長の「血の海地獄」の展開ってことでブッチャーが和風の,の頭をあのフォークで突き刺してそれを奪った和風がももに、えー、フォークを突き刺すと。でもものすごく激闘になって、えー、ローデスちょうどブグラハム帰ったんでローデスが今度来てロー,ローデスも加算してブッチャーを。 えー、攻撃するとものすごくなんかワクワクする試合なんですが残念ながらあのこの試合はテレビでは放映されませんでしたなのであのゴングを見たりトースポを見たりする人じゃないとえー、分かんなかったですねやったのかとまあ試合も残ってればいいんですけど残ってないんでしょうね多分ね。 結局全日本プロレスのね、あのー、最強タッグの開幕戦でね、あのー、和風マグダニエルがブッ,ブッチャー蒲田組だっけっやってあとフランクヒルと組んで、えー、フランクヒルが血だるまになってで、あのー、和風が怒って怒りの鉄拳をブッチャーにやってそしたらホール全体が和風コールになってね もうみんなでイケイケ和風ってなってそしたらテリー・ファンクが俺の人気取られてたまるかっていうのに関係なくてテリー・ファンクが出てきてしまったというほどの和風人気の試合でしたよねそう和風とブッチャーそうヒーナムービーさんそうおっしゃる通り和風のブッチャー今思えば最高ですよね本当にあのー、オープン選手権じゃないオープンタックの和風とブッチャーもすごかったですしね 新日本でもこういう試合をやってるんですけど、まあ、今後雑誌しか残ってないっていうのがねこれテレビ金曜8時だとやっぱりテレビ朝でもできなかったのかもしれないですけど見たかったですよねあレッドさん当時新日本、えー、日本組に回ったローデスバックランド後の方がですねそうなんですねこの3人ですよね この人だからここで和風を本んに何んですかねあの助っ人みたいな感じで入れて猪木和風組とかってものすごく魅力的ですよね前からずっと話してあの知り合いとかで話したんですかど猪木和風マクダニエル組っていうのはなかなかしびれちゃうババア和風マクダニエル組ってのはあんまり見たくないですけどねあの猪木和風っていうのはなんか うん燃えるトーコンとインディアンのその、えー、レッドパワーがあのお互いに燃えてなんかすごい相乗効果を出すような感じがすごいしましたんでねそういうの見たかったんですよねちなみに札幌大会なんですけど、えー、第一試合から、えー、カードと勝敗が分かってますので、えー、お伝えしていきます、えー、第一試合は平田淳二対穂永信夫 でえー、平田が片指固めで勝ってます第2試合がテラニシー・サム前田明それでテラニシが前田に勝ってますね82年だからまだ前田がヨーロッパ行く前ですよねだから第2試合なんだけどテラニシに負けたとまあそうですねあのー、やっぱりテラニシの格からしてそうなのかもしれないですね第3試合が軌道・サム対エル・ファルコン78で 木戸がハルコに勝つということですね逆エビ固め7分20秒ですえ続いてのタッグマッチが、えー、ダイナマイトキットベビーフェイス対星野寛太郎木村健吾ですね。星野寛太郎木村健吾で、えー、こちらは、えー、回転エビ固めで、えー、ダイナマイトキットは木村健吾からフォール 次が坂口誠治長州力隊バッドニュースアレン SD ・リージョーンズで、えー、長州がジョーンズからタイガーダメそして、えー、ダスティー・ローですがタイガーと打でやって5分49秒片指固めで勝ってしまうとあす、うん、新日本での特地さんは正直言って全然なんかあんまりやる気なかったですもんね本人もなんか失敗したなって知ってますもんねうんあレッドさん 和風はアメリカでは売れっ子で継続的に来年しなかったので構想を描き切らなかったのではうん、多分そうだと思いますよねあのー、やっぱり売れっ子ですからねどうしてもそういう風な形になっちゃったのかもしれないですねひなボビーさん新日本ではやっぱり無理でしょううんそうなんですよねやっぱり猪木さんが一本ですからね、うん、あのー いい外人をそうです、ね、79年の「闘魂」シリーズっていうのが私コーラーゲンホール行ったんですけどまあそれは後ほど今度話しますローデス発散感のシリーズですねまあそれ前から外国人は来てるんですけどまあはっきり言って新馬さんも大塚さんもあ新馬さんから直接僕あんま話したことないんですけど大塚直樹さんと話すとまあお客がいっぱい入ると猪木とシーンがあってもお客はいっぱい入るってことであのー 猪木さんがいればお客が入る。まあ、猪木さん一本ですからね。なんだかんだ言って坂口さん一本じゃないですから。やっぱりモフルトーコアントニオ猪木っていう大看板ですからね。うんだからその何んつーのかな。他の人が、えー、いるいるのではなくて、猪木さんが。主役ですからね。他の人が主役になるとやっぱり難しいのかな？なんて思ったりはしますよね。 画面を変えますよ。はい、で和風、えー、マークダニエルとアブドラルド・ブッチャーは、えー、8分9秒無効試合になってますね。無効試合になってて、えー、セミファイナルがタイガー・マスクとブレッドハートメイメントが、えー、アントニーの期待、えー、アントニー・ク・藤ジナミ・タツ対ラシャ・キ村アニマル・浜口って形ですね。まあだからテレビが始まる前に要はあの ちゃったってことですよね。そういうふうな、あのー、ことですよね。あの和風と、えー、ブッチャーはテレビ前にやってしまったということですね。まあ致し方ないあの時代では致し方ないのかもしれないですけどね。しょうがないのかもしれないですね。え続いてですね、えー、大阪府立大会あこれはあれですね翌週の王様大阪府立体育館ではまず脱色ー出したアブダラタブッチャ。ー結局 ローデス自身もあの要は和風とブッチャーの試合に乱入してきて、まあ、あの和風の加担をするわけですけど、まあ、それで次のストーリーがあると思ってやっぱり彼も出てきてるんでしょうねただストーリー繋がらなかったっていうのがあったんですね。うん、ダスティローデと結構これはやっぱりローデスのやっぱり素晴らしさっていうかねやっぱりダスティローデスっていうのは。 アメリリカンドリームになってねやっぱりベビーフェイスになってこあの人のこうちょっと見せる怖さもすごいんだけどやっぱりベビーフェイスとしてのカリスマ性とものすごく花があるってことでやっぱりこういうブッチャーーととと当当たたたっりりヒルるとものすすごく光りますよねだから猪木はそれが分かったから、えー、ダスティローデスをベビーフェイス側に入れたと僕は思ってますしそしたら。 猪木も、えー、ローデスも両方とも光るっていう構図を作ったんだったイ猪木さんがピンときてそれをやったんじゃないかなと思いますよねでセミファイナルがタイガーマスクと、えー、ベビーフェイスでメ,イメントがアントニー・ユキタイラッシュ・アキムラですねでこの時のアントニー・ユキタイラッシュ・アキムラっていうのはえーまんじがて名を決めて終わったのかなうんそうですねリングアウト勝ち木村のリングアウト勝ちって書いてありますね あんまりちょっと覚えてないっていうかいっぱい結構戦ってるんであの時の猪木と木村はどうだったかなというちょっとごめんなさいあんまりあの覚えてないのがあの申し訳ないです皆さん多分覚えてらっしゃると思うんであの時の猪木と木村はこうだったとかってね考えていただければと思います、えー、次の週がが蒲掘市民体育館、えー、藤波辰住タイガーマスク木村健吾対、えー、ダイナマイトキッドベビーフェイスブレッドハートですね6人宅マッチ 藤波がハートをブレンバスターに唱らえて、えー、ピンホール勝ち2対1って書いてあるからこれは三往勝負だったみたいですねでメイベントは、えー、アントニオ行きたい和風マクダニエのシングルマッチ、まあ、最後は円錐切りでピンホール勝ちですねということですねで、えー、最後の週はメキシコで テルトレオでブッチャーペロアルガイアと猪木藤波組が当たりましたまあそういうシリーズでありましたけどはいフィーナン・ボビーさん新日本だとデンコロのアンドレ・ハンセンぐらいしかないかもあそうですね外国人対決でそういうふうにスポットライト浴びたのはそうかもしれないですねレッドさんこの頃のテレビー放送の日本柱は猪木タイガーマスクラッシャーですねそうですねえー オープニングでタイガー・マスクの試合やって、えー、メインイベントで猪木、えー、の試合をやるという形ですね。この構図はやっぱり崩せないのでいきなりその和風とブッチャーがやっちゃ子供たち引いちゃったっていうのもあったでしょうね。やっぱりその視聴率20%超えですもんね。25%超えの時代ですもんね。だからやっぱりこういう、ここに出てますけどね。あのこういうあの流血の試合はやっぱり 見せられなかったっていう部分もあったのかなあ。なんて思いながらまぶっちゃろうです。やってましたけどね。思ったりします。まあ、いろいろそういう風に妄想妄想というか考えるとん、うん。スーパースタービリーグラハムは一体何だったんだろうなとかって思いますよね。まあ、あ確かにそのイメチェンをして。写真を変えますけど。グラハム。 このカンフーカンフーっていうかまあ彼は空手空手にその空手の,そのマーシャルワーツスタイルに変えましたけどねやっぱりその MSG でやってた時のグラハムとはもう違う雰囲気になってますよねなので、えー、そうヒーナン・ボビーさん子供は弾きますよねいきなりブッチャーとねワッフーが訳わ,わかんないですもんねあのー、黒,黒いね あの人とブッチャーとね和風がいきなりフォークで顔頭さしてるところが映ったらね子供ききままますすすよよよ泣いいちゃいますよねねねタイガーマスク好きな人は、ね、確かにそうですよ、ねまあ結局これだけいいメンバーを呼んだとしてもそれっていうのはやっぱりプロレスファンマニアからしていいメンバーであってえプロレスファンその毎週その金曜8時で見てるファンからしてみれば。 どうだったのかなとかって思ったりしますけどうんあれっどさん57年から59年は特に外国人の無駄な無駄遣いのマッチメイクそうですねそれは確かにありますっていうか新日本はやっぱり猪木さん中心ですからどうしてもなんかよくわからないマッチメイク誰なんだろうマッチメイカーちょっと今度聞いておきます。 えー、その,その例えばチームを分けて、分けて例えばハリー・ド・ブラウン,ラン、ね、シリーズと、ね、シンキュでして、ハリー・ド・ブランドウッドブランドとズと上田が来てて、デリー,ー,リー,ー・リーブラウン,ランタッポタと<方>タイガー・ジェットシンキュー,ウェダー、上田組とかね、よく分かんないタッグチームを組んだりしてましたね、うん。ただ、お客さんはそういうのはあんまり関係ないですからね。だからその うん、猪木藤浪タイ大河が勝てばいいみたいな感じだったのかもしれないけどまあねどうなんでしょうねうんなんかこのシリーズはいろいろその辺を考えさせられるメンバーのシリーズですよねブッチャーとそのロウですが大阪での試合は良かったあノイズひどいですかこっちこっちのノイズがひどいですかねちょっと待ってこれでどうだろう 治った治りましたか大丈夫ですかあ,あマッチメイクこてと猪木ではうんこてっぽいっすよねこてだと思いますよねうーんまあその辺のマッチメイクっていうのはちょっと不思議ですよねちょっといろいろ調べ調べてみてもまああれですけどちょっと聞いてみたりはしたいと思ってますねまあこれがえー 82年新春黄金シリーズでしたまああのー、こういう形でいろんなシリーズを振り返りながらで皆さんからコメントいただいてですねあの振り返って、えー、なんかミステリーなことがあったりですねマッチメイクがどうだとかですねいろいろちょっとお話できればと思いますので、えー、よろしくお願いします。今日は、えー、この辺で、えー、ちょうどまた30分なのでね、えー「新春黄金シリーズ82年」。 終わりましたあそれでえっ、ー、と明日の13時あのー、昭和プロレスラー列伝で、えー、ロディ・パイパーです。でそのロディ・パイパーなんですけど、えー、これはちょっと楽しみにしててください。皆さんがもしかして考えてるロディ・パイパーとちょっと違う部分が見えると思うので。 うんおしゃべりがうまいロディーパイパーではなかった実はレスラーとしてはものすごく才能があったってことをお話ししたいと思いますので楽しみにしていてくださいよろしくお願いします今日はこの辺で終わりますのでどうもありがとうございましたまたよろしくお願いいたします来週、えー、また配信しますのでえあの事前に、えー、予定を出しますので基本的に週2回話せればと思いますのでよろしくお願いいたします それではどうもありがとうございました。どうも失礼いたします。